太平洋石炭販売輸送株式会社は、北海道釧路市地順に本社を置く、石炭の販売や鉄道事業、倉庫業、不動産業などを行う太平洋共発グループの企業である。陶器場本店は、東京都台東区元浅草に、事業所は、北海道釧路市春鳥にある。2002年1月に、太平洋炭鉱が閉山に至った後も、2002年4月に、 その一部航空を利用して最短及び海外技術研修を実施することとなった釧路コールマインの石炭輸送を担当している。2019年まで北海道釧路市で貨物鉄道として臨港線を運営し、この鉄道で釧路コールマイン先端工場から釧路港東港区石炭不島の知人貯炭場まで石炭輸送を行っていた。 石炭輸送業務の取りやめによって2020年4月1日より新太平洋商事株式会社に改名した。2004年4月時点でディーゼル機関車4両と貨車28両の計32両が在籍していた。ディーゼル機関車、編集ディーゼルエレクトリック機関車含む D400 形状機機関車置き換え目的で導入された1964年日本車両製の55トン機。 形態は d 三百とは若干異なり国鉄 d d 十三型相当のセンターキャブ式で全長は一万三千八百五十ミリメートルロッド駆動式。機関は d m f 三十一 s b を二機搭載。d 四百一号機が在籍。で六百0 k a エンドキャブ式の車体を持つ電気式ディーゼル機関車で九百七十年日本車両製の五十五トン機。 GE の輸出向けなロンゲージ用機関車である U10 バイトを日本車両でノックダウン生産した車両であり、全長は 11796mm、エンジンはキャタピラ製の D-398B を搭載、発電機と主電動機は g e 製である。で601号機が在籍。D700K1977 年日本車両製の55トン機。 全長は 13,850mm で、期間は DMF31SB を2機搭載。D701 号機が在籍。D800 系優別鉄道ヤード1301として1966年に落成した。国鉄 DD13 型に準ずる設計の55トン機。同車不当線で使用されたが、1970年の優鉄の廃止により、 不当線を引き継いだ、釧路開発不当に移籍し、KD1301 となった。さらに釧路開発不当線の廃止に伴い、太平洋石炭販売輸送が徐々、D801 号となった。D100K1958 年に本車両製の b b 5 4トン機。東鉄道発のディーゼル機関車として製造された。全長は 13,050mm で、ロット駆動式。 当初装備していた機関、DMF31S2 機は後に、DMF31SB2 機に換装された。同鉄道の機関車はすべてシャトルトレインに重当される、ため、石炭車の扉外閉操作を、機関車側から指令できるように、電気連結機を装備している。D101 号機が在籍したが、すでに除籍されている。d 2 0 0系センターキャブ式の、 液体式ディーゼル機関車。1962年に本車両製 BB49.6 トンキ。全長 12,700mm で201号機が在籍したが、すでに除籍されている。D300 系セミセンターキャブ式、突型の液体式ディーゼル機関車で、1964年に本車両製の BB45 トンキ。 全長 12,200mm ロット駆動式で、機関は DMF31SB を1機搭載する。301号機が在籍したが、すでに除籍されている。D500 系エンドキャブ式の液体式ディーゼル機関車。1966年日本車両製 B25 トン機。全長 7,350mm で、歯車駆動式。機関は、 DMA117SB を1機搭載。501号機が在籍したが、すでに除籍されている。蒸気機関車、編集 1K1893 年、ボールドウィン製の 1C-1 タンク式、41.57トン機。全長 9824mm、同輪計 1270mm、使用圧力 9.8kg、平方センチメートル。 1>, 1号機、2号機、3号機の3機が在籍した。合計日本車両製の 1C-2 タンク式、47トン機。全長 1140mm、同輪十ミ 120mm、使用圧力 12kg、平方センチメートル。5号機、6号機、7号機、8号機の4機が在籍した。1 0千1 9 0 5年ノースブリティッシュ製の C-1 タンク式。 49.87トン機、全長1439ミリメートル。同輪形成250ミリメートル。使用圧力11.3キログラム。平方センチメートル。10号機、11号機の2機が在籍し、1系の代替機として使用された。貨車、編集日本で原存唯一の連接式貨車である、石炭車石6000型が在籍している。 二社対三台社で A 社 B 社が1ユニットとされており、これが14組ある。ありがとうございます。